読んであげてくださいね。いきますよ、せーの、大宮先生。もう一回いいかな、元気ないよみんな。どうしたんだ、山の上に登るの疲れたのか。気合い入れて大きな声で、大宮先生動かないよそんなことじゃ。大きな声でいきましょう、せーの、大宮先生。ダメだ、みんなの声が足りない。もっと大きな声で呼ぼう。この辺の僕たち大丈夫か、力まだあるか、できるか、大丈夫か。よし、じゃあ最後にもう一回、今日一番大きい声で呼ぼう、せーの、大谷先生。あー、いいな、ごめんね、疲れた。はい、お願いします。こんにちは、改めまして、皆さんこんにちは。どうも、ご紹介預かりました、忍者エモンです。はい、そこそこまで、ごめんね。はい、では京都府の口山市から参りました緑の親善大使、ゴーヤ先生でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、というわけで、この似顔絵キャラクターでございますが、はい、一体何をしているキャラかと申しますと、窓際にゴーヤを植えて、カーテン状に育てることによってできる緑のカーテンという、とってもエコな活動を、全国の、小学校とか、自治体さんとかで、普及をしているキャラクターでございます。ます、ます、はい、ね、そうですね、地元でやったりとか、あとはですね、東日本大震災の被災地の仮設住宅でお手伝いをさせていただいたりね、そんな活動もしてますが、まあ、今日はね、ちょっといろいろありましたが、先生、うん、何か述べることはあるか。まあ、昨日からずっとね、大変なニュースになってるけども、熊本でね、うん、うん、なんかそのね、熊本の皆さんをちょっと助ける意味でもね、今、はい、こちらの甲賀市の、はい、このイベント会場でも募金活動なんかね、はい、あちらの方でしてるんで、はい、あちらであの白い箱を持たれたね、お兄さんおられますけども、うん、募金活動されているということなので、できることを私たちやると、で、やりながらちゃんと私たちの毎日の生活もちゃんとやると、はい、これが小屋先生の進み方ですので、そうです、頑張っていこうと思います。まあ、時の前にちょっと真面目なことしてみました、ペコリ。はい、ね、できることやって、そして子どもたちのね、笑顔も絶やさないように、こうやってイベントもね、やりながらね、忍者もね、そうそう、そう、それがご当地キャラとしての役割ですと、いろんな、ね、震災も乗り越えて、ご先生もいろんな災害も乗り越えてきましたから、だいぶ強くなりましたよ。どこが強くなったの。ハート強くなってないか。ハートってどこ、まあ、そもそもお野菜にハートってあるの、ね、教えて。はい。ということで、はい、ご先生、真面目なそんな活動しておりますけども、はい、なんか言いたいことないの。何に対して先生は言ったらいいのかな。これからの抱負。そうだね、やっぱり皆さんの明るい笑顔が見たいので、先生これからもね、いっぱいちょけてね、おふざけいっぱいしますので、よろしくね、ペコリ。今日はそのペコリな感じなんだね。ちょっとね、最近ですけど、先生のペコリ。かわいい、かわいそう、一生懸命アピールしてます、ペコリ。そもそもね、このあのね、お城復活させようっていう、このね、よみがえる水口岡山城2016。ごめん先生、漢字弱いからってね、名前間違えちゃダメ。なんて書いてあるの。みなくち、水口じゃなくてみなくち。とっても漢字が弱いのが小屋先生の特徴でございまして、大体、はい、ちょっと難しい漢字間違えますね。16? はい、そうでございます、ね、みなくちです。このね、イベントで呼ばれた時に、はい、先生すごく凍りついたの。なんだって、イナッピーと、うん、僕によるダンスパフォーマンスショー、うん、でその後に大谷先生のトークショーって言われて、トークショー先生そんなに引き出しないよ、どうするどうするって、こう一生懸命考えてた、まあ、いきなりね、この、ね、熊本でえらいことになったじゃん、うん、で先生こんな中暴れ出してる。ブッシャーってこう暴れ出して、うわーってね、もうえら
そしてママ小屋にボコられたと。そう、はい、何してんのって、あんた子供かみたいな感じで先生一生懸命すまさにしてこうやって寝てたんだよ。それが今朝の話、今朝の話しようと思って。6時ぐらいの話ね。そうそうそう、ちょっとだけね、出るの遅れちゃったよね。やっぱりお子様なんだね、あなた。誰が釣り小屋よりもきっとお子様なんだと思う。まあでも、ね、まあ、そんなこともありつつも。はい、ね、そんな、まあ、そんな小屋なんですけど、これでも先生です。です。いや、そこに緑のカーテン、復旧カーテンをします。はい、効果では、効果じゃなくて、効果なんだよ。先生、効果、ね、じゃないのって思ったけど、ね、効果なんです。で、効果の方では、まだ来させていただいたことないんですが、今年は、ご当地キャラクターさんの地元で、ね、地元の小学校とかで授業させていただくことが続々と決まっておりまして、ありがたいことに、まず来週が、伊賀のイナピーのところですね、の、地元の市民向けの講習会が来週の土曜日で、そして翌日が24日がビバシティ彦根で、緑のカーテンのプチセミナー、ビバチェクのところだよね、ビバチェクのところで、で、あとはですね、山の高田のみくちゃんのところとか、埼玉県羽生市のむじなもんのところとかいっぱいありますね。あるね、香川のね、鶴ちゃんとこも行くよね。行く行く。そんなこんなで、そんな活動をしてますが、そんなこんなだ、ね、そんな引き出ししかなくてごめんね、みんな。そろそろなんかもう私飽きた。何、私としゃべるの飽きたでしょ。もうお庭帰れ。たらもらおうか、これ。え、なにこれ。なんでこれなかったら先生呼ばれないよ、もうこの人に。そう、今日ね、これがたま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 こういうものをご栄先生が持ってるからここに呼んでいただけたという。そうだね、先生がじゃなくて甲冑が呼ばれたのね。そうだね、カブトを呼んでいただいた感じ。今ね、見なかったことにしてね、この先生が呼ばせないよ。このキャラクターなのに暴力振るうの。うんうん、今暴力じゃないの、神の鉄槌。というわけでね、とっても美人なね、さやさんよ、さやさんと変わるわ。ね、ここにね、絵もあるね、ね、さやさん。じゃあ、さやさん、お願いします。お願いします。先生も土いらないって言うから変わります。お願いします。はい、ありがとうございます。さやさん、はい、こんにちは。こんにちは。綺麗だね。ありがとうございます。ちょっと絵と見比べないでくださいね、みんな。ちょっと絵の方が細いから見比べないでください。さん、絵と、この実物のさやさん見て、どう？あんまり見比べないでくださいね。ありがとうございます。拍手くださってる方がよかったし、今日はなんとかできる、ね、先生思ったんだけども、はい、まず聞いていい？どうぞ。先生たちに与えられた今朝の設定は一体どうなっちゃったの？あのね、今日は実はゴーヤ先生をはじめマスコットキャラクターの皆さんには子供たちと一緒に甲冑作り体験を行っていただきました。そうだね、はい、子供たちと一緒にね、甲冑作ったね。作ったよ。そしてその後、実はゴーヤ先生たち、かわいいキャラクターさんたちは悪いやつらにさらわれてしまいました。ね、さらわれたよ ね、 ね。で、このほら、カモンも一緒にさ、こうやってつけてさせてもらってね。そうなんです。そして悪いやつにさらわれたかわいいキャラクターさんたちを助けに、子供たちと一緒にこの山の上に登ってきたんですが、なんと、もうゴーヤ先生たちは悪者に解放されていて、助けることどころか、もう皆さん自由にしていたということで。そうなんだよ、だってもう、あれ、その悪い大名の設定、どこ行っちゃったのみたいな。そうです、お時間の都合といろいろ申し訳ございませんでした。いえいえ、とてもございません。それが気になったのと、あとね、さやさんの、はい、現代風な喋りが気になりました。あのね、さやは実は皆さんここにいらっしゃる方はわからないかもしれませんが、効果戦国大名大冒険というね、冊子がありまして、その中に載っているさやの口調で喋っているんだ。そうなの、いや、びっくり、そうなんだって言ったね。そうなんだ。そういう喋り方なんだ。そうなの、そういう喋り方の方が先生ちょっとね、しびれる違和感。うん、しびれる。うん、じゃあそうやって喋ろうか。うん、お願いします。はい、ということで、今日は私たち、塩影と、そしてさやがこうやってみんなの前に来ているんだが、ゴーヤ先生はこの山の上登ったのは初めてかな？初めてです。どうかな、登ってみて。あのね、すごく景色が良かった。あと風が冷たくて最高です。
風も冷たくて最高。ゴーヤも素晴らしそうかな。ゴーヤは無理です。ゴーヤは無理です。そこを定めて言うとけよみたいなね。そうですよ、本当に。じゃあ今日はね、本当にこのキャラクターショーがあるということで、宮口岡山城に登るだけでなく、このキャラクターステージ楽しみに来たよっていう方、どれくらいいるか拍手してもらっていいですか。キャラクターショー楽しみに来たよって方、半分くらいですわ。少ないね。少ないですね。ちなみに地元甲賀市からやってきた人どれくらいいますか。拍手してください。あ、パラパラ。じゃあ甲賀市外から来た方拍手してください。おー、多いですよ、ね、じゃあもう一個聞きましょうか。ゴーヤ先生を目当てに来たよという方拍手お願いします。あそこのおじさんが一番手を挙げてくれた。どうもありがとうね。後でキスしてあげる。さあ、ということでね、この後もゴーヤ先生のトークショー、なんとお昼の3時過ぎからまたありますから、そちらの方もお楽しみにお待ちください。ネタ考えとくよ。ネタ考えてくよ。あるかな。少ない引き出しの中やるかな。はい。さあ、この後はサムくんバンド、ゴーヤ先生が終わった後はずっとここで待ってくれてるね。ね、最近できたテーマソングをみんなと一緒に踊りたいと思うんだ。そのテーマソングの題名は黒豆マーチ。違います。ネギチャイモンは黒影舞というね、黒いお米からできた忍者なんです。あ、そうなんだ。はい、だからね、黒豆じゃないんだよ。そうだね。はい、同じね、植物だね。さあ、ということでゴーヤ先生、はい、喋り足りないことあったら今のうちに喋るんだ。ないです。ということで、もう終わっていいかな、トークショー。うん、ありがとう。はい、ということでゴーヤ先生によるトークショーでした。ペコリお願いします。偉いね、ペコリ。